124、この2通りがかぶっています。予選競争目玉レース第6レースの開始を迎えています。先ほど風が収まっておりましたが、再び風が出てまいりまして、現在は緩やかな向かい風のコンディションと変わっています。左前方から1メーター前後となっています。作戦対飛行道は現在枠なり。ここでゲストの皆様に改めてお願いでございます。お買い上げいただきました勝ち船投票券は着順確定の表示がありますまで大切にお持ちください。第6レース対戦の6選手は1号艇群務土屋智則、2号艇が金子武、3号艇が森下勇、4号艇が吉村茂樹、5号艇が永瀬拓実、そして6号艇が栗原一馬。以上6メンバーの対戦です。断然の人気を集めました1号艇の土屋智則、ドリーム戦との今日は2走です。そして2コースには2号艇の金子武、人気は対抗確認されています。3コースに3号艇の森下、角とした4号艇の吉村茂樹、5コース5号艇の永瀬、最アウト6号艇の栗原です。枠なりの3対3で今オレンジの12秒シート移行されました。再び風は追い風のコンディション、若干待ってる状況、それでも微風となっています。第6レース進入体系定番通りインコースから1番2番3番4番5番6番の体系でスタートいたしました。気持ち中横みになりました。インコーストップスタート1号艇の土屋智則、まずはインから逃げる体勢は1号艇の土屋、2号艇差しのハンドル、3号艇が外前に行きました。最内の方から4号艇が差してバックストレッチ向こう正面、ここはイン速攻を決めて1号艇の土屋智則リード、早くも2停進です。2番手追走は順走の形、2号艇の金子武、3番手争いは5号艇の永瀬、内をついては4号艇の吉村、アウトの方からは3号艇森下接近、向こう正面から2マーク、スタートは前提正常です。1号艇が先前体勢、2号艇が外逃げる、5号艇がくるっと小回り旋回でありまして、上位の体勢は1番2番5番の体勢、後方は3番4番6番という体勢。レースはこれから2周目、あっという間にリードは5停進近くになりました。1号艇の土屋智則、2番手追走2号艇の金子武でありますが、内をついて5号艇の永瀬が接近。上位の体勢は1号艇、その後は2号艇5号艇と交差旋回の2番手争いは2号艇の金子武が2番手をキープして3番手に5号艇の永瀬、その差は現在1停進半ぐらいとなっています。その後ろでありますけれども、3停進半ぐらい空けまして、中枠両者の4番手争いは3号艇森下、4号艇吉村並んでいます。後方からは6号艇新人栗原という体勢、1番2番5番の体勢、その後4番手争いは3号艇先前、4号艇もちょっと単が流れて単独4番手には3号艇森下浮上。上位の体勢は1番2番5番、後方向かって3番4番6番という体勢、2番手と3番手の定間も2停進ちょっと開く形になりました。独走体制1号艇の土屋、2番手追走2号艇の金子武、3番手には5号艇の永瀬、1番2番5番の体制で向こう正面、2連単の 1,2 の組み合わせは2倍ちょうど、断然の1番人気、3連単 1,2,5,8.7 倍を示しています。後方向かって3番4番、最後方6番という体制。この後のドリーム戦でありますが、5枠で登場いたします。1号艇の土屋智則、2番手追走2号艇の金子武、3番手は5号艇の永瀬。予選競争目玉レース第6レースは1番2番5番の体勢でゴールを迎えます。今1から1号艇の土屋智則ゴールイン、2着2号艇金子武ゴールイン、3着5号艇永瀬ゴールイン、後ろは3号艇森下4着、4号艇の吉村5着、最後方は6号艇新人栗原6着でゴールインです。予選の2日目となりました G1 徳山クラウン争奪戦、開設66周年記念競走。今日も前半戦は陰受難の展開となりつつあります。水面上は予選競走第4レースを迎えました。6艇バックストレッチ側、コース争いはスタート点に同様動きはありません。6番の河野は定段からやや離れた位置につけています。ややこの時間帯も風の影響を受けたという水面コンディションです。
初戦は6着といいところなく終わりました。1番の土屋智則、絶好枠で反撃なるかの一戦で1コースに入ります。1番の土屋。2コースには2番の中田健太、こちらも初日は厳しい展開、今日の1回乗りで巻き返しを狙います。そして3コースには3番の長田頼宗、初日はややスタート届かずという展開でした。4コース角1は4番の平田忠則、こちら初日スタートは0台踏み込んでいました。そして初日白星を挙げた2人が5、6コース、初日のドリームまくり出して勝ちました。5コースに町本豊富の寺田翔、そして6コース初日後半の陰線はきっちり勝ちました。6番の河野聡、新入台系インコースから1番2番3番4番5番6番ですスタートしました。6人がほぼ揃ったスタートになりました。さあ横一線から2コース1コース2人が出ていく、インから先は1番の土屋、まくってく3番の長田、内をついた2番の中田はバランス崩して交代。さあ逃げる1番の土屋、外から3番の長田の争い、2人がほぼ並んでいます。その後ろは内をついて4番の平田が3番手、スタートは前提正常でした。並んだ先頭争いは2幕、1番の土屋、外強襲は3番お皿届きません。ここで振り切った1番の土屋が先頭を抜け出します。リードは2手進半、一方2番手は4番の平田、内から3番のお皿に並んできました。その後ろは4番手内をついて5番の寺田が続く展開です。2周の1幕、2番手争い、ここは4番の平田の外から攻める3番のお皿、しかしインコースしのいだ4番の平田、バックテレッジではまだ接戦が続くも、インコース4番の平田わずかに3番のお皿を抑えて、この辺りではボート半分ぐらいリードを取ります。そして後ろからもう1回内をついて5番の寺田が続く展開、2周2マークです。2番手4番の平田、今度は内をつく3番のお皿、5番の寺田の内をつく展開になりました。ここで2番手とは差が開きました。2番手は4番の平田が一気に3手進リードを取ります。3番の皿が3番手、その後ろ2手進差、5番の寺田が4番手、外から続く展開で上位3艇は1番4番3番、3番手は3番のお皿、内をついて5番の寺田、一気にここは差しが届いてきた。やや引き波にはまった3番のお皿、ここは内からかばして5番の寺田、ここで1手進リードを取ります。2連単の1番4番では 14.2 倍ノッツ、3連単の1番4番5番では 36.1 倍ノッツ、最終ターマーク5番の寺田の外から3番のお皿、さあここはインコース5番の寺田が3番手わずかに優勢か。先頭は1番土屋五輪、4番平田五輪、5番3番の順で五輪、6番河野五輪、2番中田五輪、第4レースの確定は1着1番土屋智則、2着4番平田忠則、3着5番寺田翔、以上でございました。上空はさらにどんよりとしてきています。競争水面コンディションはほとんど変わりなく、6メーターほどの追い風で気温は11度。登場しました予選競争第8レースのメンバーです。1号艇群馬土屋智則、2号艇佐賀森永純、3号艇香川秋山博一、4号艇愛知平本雅之、5号艇兵庫魚谷智之、6号艇香川重成和人、以上のメンバーです。内から1、2、3、4、5、6、1号艇の土屋智則、18号機は苦戦の様子、2号艇の森永純、モーターは
重さ、乗りにくさ、そのあたり解消に努めているところです。3号艇の秋山博一、昨日は2コースからの差しが決まりました。年末に大活躍をしましたこの51号機でしたが、今節の気配はもう一つといったところ。引っ張って4号艇の平本、前半2レースは3着です。こちらも反応は今一つ。そして5コース5号艇の魚谷智之、昨日はドリームセカンド6コースから6着でした。6コース6号艇の重成和人、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第8レース、3コースからわずかに3号艇の秋山博一好スタート。一周1マークの攻防は、まず1号艇の土屋がインから回っていく、2号艇を押し出していく格好で、これはターンが膨らんでしまうことになります。4号艇は顎を振られて交代、5号艇の魚谷の差しが入って、さらには3番6番ときまして、ここは5号艇の魚谷が少し抜けました。スタートは前提正常でした。トップに立った5号艇の魚谷、そして6番3番1番が並んで、一周にマークは5号艇の魚谷、そして2番手は3号艇の秋山が後ろからまくりやす格好で先頭に対して詰め寄ってきます。先頭は5号艇の魚谷で、2停止後ろに来ているのが単独で3号艇の秋山、そして3番手少し水が空き6号艇の重成、1号艇の土屋が一定審査で追走、2周1マーク5号艇の魚谷がトップで回って、そして3号艇の秋山追走の2番手の格好5、3です。そして3番手6号艇の重成キープ、上位の体系は5番、3番、6番です。4番手水垣、1号艇の土屋智則、5番手4号艇の平本雅之、最高峰に2号艇の森永潤、1周2マーク5号艇魚谷、3号艇の秋山、3番手6号艇の重成です。先頭から536でレースは最終周回に突入。5コースからの差しが届いてきました。5号艇の魚谷です。シリーズ2勝目となっていきそう。今最後のバックへ、そして3号艇の秋山博一、3艇の2番手争いを1周2マーク振り切ってきました。3番手は6号艇の重成です。536の体型、この組み合わせ3連単のオッズ536満周券で 344.9 倍。4番手以降、1号艇の土屋、4号艇の平本、最後方に2号艇の森永、ラストコーナー536で第8レースまもなくゴールです。先頭5番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、ラスト2番ゴールインです。第8レースの確定は1着5番、2着3番、3着6番以上でした。後半戦も追い風が続く中、今日はさらに陰の強い展開となっています。予選の3日目です。水面上は予選競争の8レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇群馬土屋智則、2号艇埼玉浅見正勝、3号艇埼玉桐生純平、4号艇埼玉秋元悟、5号艇群馬ブス島誠、6号艇東京今泉優吾、以上の6名です。前半戦3着としました1番の土屋、明日の勝負がけにここは弾みをつけていきたいところ。1番の土屋、ゆっくりとホームストレッチ側に移ります。1コース、昨日2連単のゴールと挽回してきました。2コースに2番の浅見、そしてここはドリーム組、初日2日目1号艇2人の対決となりました。ただ両者ここまでやや明暗分かれています。やや苦戦気味の展開は3番の桐生、3コースから4コース角に持ち込んだのは4番の秋元、
一本もちも昨日は踏み込んでいきました。そして2日目ドリーム逃げて勝ちました5番のブス島、5コース6コース前半に着としました6番の今泉。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コースから2番の浅見がトップスタートを切りました。1コース1番の土屋が少し飛び返していく。3コースから3番の桐生、まくりが炸裂、一気に抜け出すも少々外膨らんだ。真ん中割ってきた5番の土島、立て直して1番の土屋上がってきた。さあ3番の桐生ですが、わずかに1点進リード、なんとか踏みとどまります。スタートは前提正常でした。並んだ2番手は1番の土屋、外は5番のブスジマで2幕の旋回。3番の桐生はトップ抜け出す2番手懐相手、5番のブスジマ、ここは差しが届いて1番の土屋をかわしていきます。ここで5番のブスジマ2番手1点進半とリードを取ります。レースは2周目、先頭2番手は4点進と差がついています。3番の桐生先頭2周1幕の旋回、2番手外から挑む1番の土屋ですがインコースしのいだ。5番のブス島、ここでリードは広がりました。 2,3 番手バックテレチではその差2点進半、1番の土屋3番手、後ろ4番手が差が開いて6番の今泉4番手、2番の浅見スタートを攻めましたが5番手、最後方に4番秋元水槽です。確定がホームステレッチへと移りまして、レースはこれから最終周回です。3番の桐生先頭、リードは4点進ほどに広がりました。2番手追走5番のブス島、そして3番手に1番の土屋と追走です。1周1幕まくって圧倒する展開でした。3番の桐生純平、2番手追走に5番のブス島、少し4番手から6番の今泉差を詰めていますが、まだ3番手1番土屋とはその差が3点進ほどと開いています。ドリーム組のワンツーで3番の桐生待望のシリーズ初勝利、最終ターン幕を旋回します。3番手は1番の土屋、守りきりました。3番5番1番の組み合わせ 20.3 倍です。先頭3番桐生合輪、5番ブス島合輪、1番土屋合輪、6番今泉合輪、2番浅見合輪、4番秋元合輪。朝から冷たい北寄りの風が吹いています。5日目の水面上、スタートライン上は現在もやや強い追い風という状況です。一般戦の第2レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇群馬土屋智則、2号艇東京永井氷也、3号艇埼玉秋元悟、4号艇埼玉山崎義明、5号艇東京今泉優吾、6号艇埼玉中村武、以上の6選手です。このレースもコース争い動きはありません。1番の土屋シリーズ2回目の陰線となります。ここまではモーター生かしきれずという予選道中でした。1番の土屋、2コース2番の長井、こちらは昨日4日目2連対のゴール、人気はこの内枠両者からです。3日目以降リズム下降戦というところ、3番の秋元が3コースから今節初の4稼働になります。4番の山崎、5コースには5番の今泉、やや出しのスタートは届いていません。そして6コースには6番の中村、ここに来て0台連発しています。第2レース進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。全体的にはまつまつ揃ったスタートですが、1コース2コース内寄りの2人が出ていきまして、1周1マーク、3コースから3番の秋元がまくってく、これを受け止めて1番の土屋が逃げました。
押し切ります。1番の土屋、内をついた2番の長岩届かず、現在3番魂の一角です。スタートは前提正常でした。2番手3番の秋元追いまして、さあ内をついて2番の長井が競りかける。さらに4番山崎もやってきた。これを2枠外大きく回って3番秋元はかわします。一方2番の長井はショートバランス崩して一気に後退です。最高峰まで下がってしまいました2番の長井。3番手には4番の山崎で、その後ろ4番手は接戦で6番の中村と5番の今泉が追う展開です。2周の1枠3番手は4番の山崎、その後ろは外から4番手争い、やや抜け出してきた5番の今泉、バックテレッチでは3、4番手、その差が2点進半と差が詰まっています。そして依然として2番の長井は最高峰です。2周2枠の旋回、先頭が1番の土屋、2番手が3番の秋元、3番手今度は内めがけて6番の中村ですが、これは4番の山崎が振り切る。そして5番の今泉、この2枠では攻めきれませんでした。4番山崎のリードは広がって、ここで 3,4 番手差は4点進と広がっています。最終周回に移りました。1番の土屋が先頭、最後のバックストレッチへと移ります。2番手に3番の秋元、この辺りでは少し 2,3 番手差が詰まりまして、4番山崎が3番手から追いかける展開です。その差が 2,3 番手、差が2点進半となっています。これから最終ターン幕の旋回、1番の土屋は人気に応えました。2番手は3番秋元が守りきります。3連単の1番3番4番 25.7 倍です。先頭1番土屋五輪、3番秋元五輪、4番山崎五輪、6番五輪、5番2番の順で五輪。レース若松パイナップルナイター、今シリーズは5日間の日程で東流圏カップをお届けしています。シリーズ2日目予選中身の戦いもラストカード、これから特選競争第12レースを行います。1号艇群馬の土屋智則、2号艇佐賀の吉田満、3号艇東京の桑原正光、4号艇佐賀の岡部大輔、5号艇愛知の平野和明、6号艇岡山の福田治、以上の6名による対戦です。インには1号艇の土屋智則が入ります。明日の予選最終日を前にここで逃げ切ってしっかりとポイントを加算しておきたい1号艇土屋、展示は好タイムを叩き出しています。2コースに2号艇吉田満です。フライング休み明けとありまして、今日の1レースさすがにスタートへこんでしまってインから大敗となりました。3コースには3号艇の桑原正光です。3手引っ張って4コース角の位置に4号艇の岡部大輔、そして本番では5コースに6号艇の福田治となります。大外になってしまったのが5号艇の平野和明、ここまで3走すべて3着としています。進入インコースから1番2番3番4番6番5番の並びです。スタートしました。3番4番センターコースが好スタート、トップスタートから出ていくのは4号艇の岡部です。1枠の旋回、逃げる1号艇の土屋、まくり出し4号艇岡部、さらに宇宙飛び込んだ6号艇の福田、先頭は1号艇の土屋が逃げています。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇土屋が先頭です。2番手は4号艇岡部、6号艇福田、さらに内側から5号艇の平野が上がっていく2枠、トップで1号艇の土屋、続いて5号艇の外を握り合う4号艇6号艇、2番手はもつれ合っています。最内飛び込んできたのは2号艇の吉田、先頭は1号艇の土屋、2番手4号艇の岡部、3番手には2号艇の吉田が上がってきました。上位3艇1番4番2番です。2周目1枠先頭1号艇土屋、続いて4号艇の岡部、2号艇の吉田を攻め込む6号艇福田ですがかわされました。3番手は2号艇の吉田満が大きくリード、上位3艇は1番4番2番に固まりました。その後ろ3号艇桑原と6号艇福田が並んで、最後方が5号艇平野、2周2枠1号艇土屋、4号艇岡部、2号艇吉田と折り返してきます。
上位3艇は1番、4番、2番でレースはこれより最終周回です。先頭は人気を集めた1号艇の土屋智則です。飛び返してしっかり逃げた1号艇土屋、最後の1マークトップで回り、2番手が4号艇の岡部大輔、2号艇吉田充が3番手。上位3艇は1番、4番、2番で最後のバックストレッチです。この1、4、2の組み合わせ、3連単ドッズ 29.8 倍となっています。ラストターンマーク先頭で回ってくるのは1号艇の土屋智則、嬉しいシリーズ初勝利へ。2番手は4号艇の岡部、2号艇吉田が3番手、まもなくゴールとなります。先頭1番五輪、4番五輪、2番五輪、6番3番五輪、ラスト5番五輪、以上前提五輪しました。第12レースの確定は1着1番、2着4番、3着2番以上でした。ただいまより一般特選第11レースを行います。対戦メンバーは1号艇群馬の土屋智則、2号艇東京の本吉正治、3号艇群馬の金子聡、4号艇福井の金子隆、5号艇福岡の鶴田勲、6号艇大阪の中村海星、以上の6名です。気温は少しずつ下がりまして現在12度、風は南東の風、ホーム追い風4メーターほどというコンディションです。枠なりでの作戦行動、人気が集中しているのは1号艇の土屋智則です。昨日の陰線もしっかり逃げ切った土屋、再びの陰線、ここも人気を集めています。真っ先にホーム側、2コースには2号艇の本吉正治です。3コースに3号艇の金子聡が入ります。4コース角に引っ張るのは4号艇の金子隆、前半レースは勝負がけ逃げ切りました。5コースに地元5号艇の鶴田勲、そして大里6コースは6号艇の中村海星です。初めての若松ながら17号機を手に果敢なレースぶりを見せています。大里から、本番も枠なりの3対3に分かれています。進入コースインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートしました。6号艇中村がトップタイミングとなっています。その後出ていく6号艇中村ですが、抵抗する4番、5番、1マーク逃げる1号艇土屋をまくり合うのは3号艇、6号艇、指しては2番、4番とバック側、先頭は1号艇の土屋智則です。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇土屋が先頭、2番手は4号艇金子隆にアウトから6号艇の中村海星、内側からは3号艇の金子聡、2マークトップで回る1号艇の土屋、続いて3号艇の外を回した6号艇中村、指しては4号艇の金子隆、2番手は4番6番広がっての接戦となっています。レースはこれから2周目、先頭は人気1号艇の土屋、2番手は4号艇の金子隆対6号艇の中村海星です。2周目1マーク、まずは1号艇土屋、続いて握っていく6号艇の中村海星、前に出たのは6号艇の中村海星です。そして今度は3番4番金子同士の3番手争いとなりました。その後ろは水がいて2号艇元吉、最後方が5号艇の鶴田です。3番と4番3番手に並んでいます。これから2周2マーク、1号艇土屋、6号艇中村と回って3番手、3号艇の金子聡が先に回ってきます。逆転成功、3番手は3号艇の金子聡が上がりました。上位3艇は1番、6番、3番、後続は4番、2番、5番と続いてこれから3周1幕です。トップで回っていくのは逃げた1号艇の土屋智則、さあ差しハンドルで6号艇の中村、一気に抜き去って先頭は6号艇の中村が優勢、アウトから粘る1号艇の土屋智則、直線コース一定心前は6号艇の中村海星、アウト食い下がる1号艇の土屋智則です。
これからラストターマークでの勝負となります。内側から先前は6号艇の中村海星、刺してくる1号艇の土屋、先頭は1番6番6番1番、トップ並んでいます。まもなくゴールですが、6号艇中村がわずかに前でしょうか。6番1番の順に五輪、3番五輪、4番五輪、2番五輪、5番五輪、以上前提五輪しました。第11レースの確定は1着6番、2着1番、3着3番、以上でした。ボートレース平和島の5日間シリーズマンスリーボートレース杯、東京ネクストからの挑戦状 A1 級対東京支部、予選ファイナルシリーズ3日目の攻防は最終カードを迎えました。記者選抜第12レースの開始です。対戦メンバーは1号艇土屋智則、2号艇深澤辰徳、3号艇内山俊介、4号艇宇田川真一、5号艇八津幸宏、6号艇三品貴弘、以上の対戦です。スタートまでは50秒を切りました。イン1コースは1号艇土屋智則、2コースには2号艇の深澤辰徳、3コースは3号艇の内山俊介です。内役の3人の選手は予選突破へ向けてはここ3着以上が条件ということになりそうです。そして後方を引いて4コース角は4号艇の宇田川真一、宇田川が予選突破へ向けて1着を取って 7.60 の計算になります。5コースには5号艇八津幸宏、そして再アウト6コースに向かっていきます6号艇の三品貴弘。枠番通り3対3と分かれました。人気は1号艇土屋の陰線に集まっています。第12レース記者選抜、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。インから好スタートは1号艇土屋、センター3コースは3号艇の内山、1周1マークへ向かっていきますが、陰線から1号艇土屋が逃げて外前3号艇内山流れました。内側からは2号艇深澤が差し込んでバックスレッジへ入っていますが、押し切った1号艇の土屋智則先頭に立ってリーダー後定心、スタートは前提正常でした。2番手は2号艇の深澤が単独で続いて、その後ろは3番手らしい、アウト側から5号艇のやつ、内からは6番4番と殺到する1周2マークです。さあ1周2マーク焦点は2番手らしいですが、6号艇の三品が運んで内をついて4号艇宇田川、さらには内側からは5号艇の八津と、現在3番タラスイは依然接近していますが、わずかに4番の宇田川、5番の八津、この2艇が並ぶ格好で2周目第1ターマークです。先頭から1番2番と向こう正面へ入って3番タラスイはインサイドから5号艇の八津が3番手浮上を果たしてきました。上位体制は1番2番5番となって2艇進後方、4号艇の宇田川は4番手の位置、後方は6号艇三品、3号艇の内山が追っています。2周目2マークの旋回、先頭1号艇土屋独走、2番手は2号艇深澤旋回、3番手内から4号艇の宇田川上がっていきまして、5号艇の安との定間詰めていきます。さあ直線コース捉えることができますか。内側からボートを入れて4号艇宇田川、5号艇の安との3番テラスへ持ち込みました。最終周回の第1ターンマーク、さあ焦点は3番テラス、内側から4号艇の宇田川が先取っていきまして、5号艇の安は遅れを取ったか、しかし5号艇の安も差して上がっていきますが、現在は4号艇の宇田川が4艇身ほど前で3番手、上位体制は1番2番4番となって最終コーナーを迎えます。先頭1号艇の土屋シリーズではこれが3勝目、この1着で得点率は 8.20 になります。2番手2号艇深澤追走、3番手は4号艇の宇田川で体制 1-2-4 でゴールインです。先頭1番土屋ゴールイン、2着は2番の深澤、3着は4番宇田川ゴールイン、5番八津、6番三品、ラストは3番内山ゴールインです。
発祥地ライターボートレース大村サンケイスポーツカップ7日間シリーズ初日の熱戦第10レースの予選特勝です。1号艇は群馬の土屋智則、2号艇は福岡の渡辺隆、3号艇は静岡の杉田徳光、4号艇は佐賀の岡部大輔、5号艇は岡山の東健介、6号艇は東京の後藤隼人、以上のメンバーで争われます。作戦行動やはり動きはなかったようです。一番最初に3号艇の杉田が見通せを超えてきていますが、ゆっくりとした展開でインコースには1号艇の土屋が向けてきます。 A1 土屋、今日はここ1回乗りとなりました。2コースは2号艇の渡辺隆です。前半戦はアウト5コースからまくり刺したレース、2着に絡んで後輩と提供となっています。3コース3号艇の A1 杉田も今日は土屋と同じでここ1回乗りとなりました。4コースの角は4号艇の岡部大輔、岡部初戦第5レースを進入固定、トップスタート逃げて勝っています。アウト5コース5号艇の東、前半は混戦を抜けた2着連帯、そして前半3着と連に絡んだ6コース6号艇の後藤隼人です。第10レースの予選特勝、枠なり3対3の体型スタートしていきました。少し2番がへこんでいますが、あまり差はないタイミングで1周目第1ターンマーク、インから1号艇の土屋が運んでいきます。まくり出し3号艇の杉田向けましたが、2番と競り合って少し3番流れました。その外の5号艇も若干行き場がなくといった動きで先頭1号艇の土屋、2番手争いは3号艇杉田に外、5号艇の東、内を通り4号艇の岡部が迫ってきています。後ろも差がない6番2番で1周2マークです。スタートは前提正常でした。さあかなりもつれ合ってきた2番手でしたが、差し抜けて3号艇の杉田先行、3番手に4号艇の岡部になりました。トップは1番の土屋、先頭から1番3番4番、その後は6番5番の順で続いて2周目1マークです。1艇2マーク側でアクシデントが起こっていまして、現在5艇構想です。先頭から1番3番4番、そして後続は6番5番の順、5艇が2周目のバックストレッチを構想。先頭1号艇土屋、今2周目第2ターンマークを返してきます。そして現在2号艇の渡辺がエンスト中なんですが、お知らせいたします。2号艇の渡辺隆は1周2マークにおいてエンストのため失格となりました。2番の渡辺はエンストのため失格となっています。先頭から1番3番4番後方6番5番の順で最終1マークを運んで上位艇確定、最後の向こう上面へと抜けました。先頭1周1マークを逃げた1号艇の杉田、1号艇の土屋、そして2番手は3号艇の杉田、3番手が4号艇の岡部、前の体型は134の体型です。この組の3連単のオッズは 5.7 倍を示しています。第10レースの予選特勝、まもなくゴールインです。先頭1番土屋ゴールイン、2着3番杉田、3着4番岡部、続いて6番後藤ゴールイン、5番東ゴールイン、なお2番渡辺は1周2マークにおいてエンストのため失格となりました。第10レースの確定は1着1番、2着3番、3着4番以上です。お客様にお知らせをいたします。ただいま自己艇の栄光作業を行っています。ただいま自己艇の栄光、ボートレース大村サンケイスポーツカップシリーズ4日目予選最終日の攻防、最後の予選競争になりました第10レースの特選カードの開始です。1号艇は群馬の土屋智則、2号艇は大阪の渋谷紀則、3号艇は佐賀の岡部大輔、4号艇は三重の足立勇樹、5号艇は長崎の宮本夏樹、
6号艇は大阪の村上康介、以上のメンバーで争われます。いち早く6号艇の村上康介定段から離れていきました。各艇の動きは枠番通り 1,2,3,4,5,6 となっています。1コース高枠1号艇の土屋です。今日の前半は2コースから3着、道中逆転した連帯でした。そして2コースが2号艇の渋谷明則、前半はインディガの勝利はシリーズの2勝目。3コースの3号艇の岡部大輔、現在予選得点率はランキング25位です。ベスト24、今現在時点という中でここは4着までが条件になりました。3号艇の岡部、4コース角は4号艇の足立優希、アウト5コースに5号艇の宮本夏樹、6コース大外に6号艇の村上康介です。枠なり進入3対3の体型でスタートしていきました。トップスタートは3コース3号艇の岡部でしたが、1コースから1号艇の土屋が出ていきました。最初に1号艇旋回、まくり差しを狙って3号艇さあ入っていきました。岡部3番1番と競りますが、わずかに外目1号艇の土屋が覗いています。一定審査で今スリット裏3号艇の岡部、インコースから外にボートを持ち出して2マークに向かっています。3番手もっか4号艇の足立、スタートは前提正常でした。1周2マークトップ1号艇土屋返します。その後方ですが、2番手変わらずの3号艇の岡部大輔、1番と3番間隔の方は3艇審査になりました。3番手の4号艇の足立にだいぶ迫ってきているインコース6号艇の村上です。2周目1マークの旋回、さあ3着争い6番先前、4号艇の足立その懐を差し抜けます。上位体系は1番3番4番の順、さあしかし4号艇の足立の後方、5号艇の宮本と6号艇の村上が並んで僅差で追走。2周目第2段幕、1番と3番大きく前の2艇抜けました。3番手争い持ち込むかという外5号艇宮本の攻めでしたが、わずかに及ばず、依然3番手は4号艇の足立優希が先行。体型は1番3番4番の体型、2艇審査で5号艇の宮本、5番手は6号艇の村上、最後方は2号艇の渋谷で今3周1マークを旋回。かなり5号艇の宮本前に迫りましたが、しっかりと抑える格好となった4号艇の足立、3番手を守って最後のバック中間点を過ぎました。陰線押し切りの1号艇の土屋、その土屋にまくり差しで迫った3号艇の岡部が2番手、そして3番手は後続猛追を抑えて4号艇の足立と、上位体系は 1,3,4 でゴールへ向かっています。先頭1番土屋ゴールイン、2着3番岡部、3着4番足立、そして5番宮本、6番村上、2番渋谷がゴールインです。第10レースの確定は1着1番、2着3番、3着4番以上です。ボートレース大村サンケイスポーツカップシリーズ6日目は進入固定第5レース一般競争を迎えました。1号艇は群馬の土屋智則、2号艇は山口の重富優也、3号艇は福岡の鶴田勲、4号艇岡山の末永由楽、5号艇は東京の後藤隼人、6号艇は香川の谷口智正、以上のメンバーで争われます。競争水面、先ほどまでかすかに吹いていた風も止まって無風のコンディションになりました。現在気温14度を指しています。進入固定の第5レース一般競争、1コース A1 レーサー1号艇の土屋智則です。今シリーズここまで陰線とセンター線で3勝を挙げてきている土屋、昨日の進出戦は2コースから2着とし、後半本日準優勝戦を戦います。そして今日1回乗りは2号艇の重富優也です。今シリーズは2日目からの追加参戦、その2日目には2コースから差しで勝利も挙げている重富、3コースは3号艇の鶴田勲、4コースダッシュ戦角からになった4号艇の末永由楽、
5コースは5号艇の後藤隼人、6コース大外から6号艇の谷口智正です。進入固定第5レーススタートしてきました。内寄り艇がスタート踏み込んで1番2番と好スタートのまま1周目第1ターンマークに向かっています。最初に1号艇の土屋が運ぶ、3号艇の鶴田外前、2番と4番差しになりましたが、1号艇の土屋すでにリードを取りました。4艇身後方遅れては4号艇の末永と3号艇の鶴田がラップ、そのうちに2号艇の重富が迫って1周目にマークです。スタートは前艇正常でした。1号艇の土屋トップで2マークを返しました。大きなターンになっている土屋ですが、トップを守ってホームスレッチへ。2番手争いから現在2号艇の重富先行します。一定審判後方に4号艇の末永が続いて、目下上位体系1、2、4、4番のうちにスーッと3号艇の鶴田が向けていきながら2周目第1ターンマーク、2番の懐まで3番入って失速。前の体系は入れ替わりはない1、2、4ですが、2号艇と4号艇だいぶ接近戦となってきています。先頭の1号艇の土屋は大きく後ろを離しながら2周目の第2ターンマークです。さあ2番の内をすっと4号艇の末永が取りました。先前を行く4号艇の末永でしたが少し失速。2号艇の重戸に差し返して2番手争い先行のままレースは最終周回3周目と移ります。まだ2番と4番接近戦が続いていての最終第1ターンマーク、先頭は1号艇の土屋智則、一周1マークを逃げてシリーズの4勝目に向かう土屋、その後方で接戦となっている2番手ですが2号艇の重富が優勢、外一定審判遅れて4号艇の末永で体型は1、2、4、後ろ水が空いて5号艇の後藤、3号艇鶴田、6号艇谷口と追走します。最終ターンマーク1号艇土屋返しました。2番手で2マーク運んだのは2号艇の重富、3番手猛追しましたが4号艇末永まもなくゴールインです。先頭1番土屋ゴールイン、2着は2番重富、3着4番末永、そして5番後藤、3番鶴田、6番谷口がゴールインです。第5レースの確定は1着1番、2着2番、3着4番以上です。ボートレース江戸川の5日間シリーズ第19回関東日刊誌ボートレース記者クラブ杯です。初日の最終レース江戸川選抜の12レースは安定盤を使用してのレースとなります。対戦メンバー1号艇土屋智則、2号艇天野昭夫、3号艇飯島明宏、4号艇中村武、5号艇大橋純一郎、6号艇山崎哲司、以上の6選手です。江戸川周年覇者1番土屋智則が江戸川選抜の1号艇に選ばれました。そして2コースが2番の天野昭夫、3コースには3番の飯島明宏です。飯島は今日の1走目は2コース出しを決めています。4コースの門市が4番の中村武、中村今日の1走目は5コースからまくい出して制しています。前回の江戸川で V を飾りました4番の中村門市、4コースです。5コース今日1回乗り5番の大橋純一郎、1番外6コースが6番の山崎哲司です。山崎は今日の1走目の4レースは3コースからトップスタートまくって快勝でした。3連単は陰線1番土屋からの人気になりました江戸川選抜の12レースです。風はだいぶまた落ち着きました。3メーター前後の南風、スタートラインに対しての追い風、川の流れが少し出始めました。逆の向きです。新入員から1番2番3番4番5番6番です。2秒前、スタートしました。ほぼ横一線のスイートラインとなっていきました。最内1番の土屋がわずかにこうスタートで1マークです。1番土屋の陰線です。2番天野が差し込んできまして、3番の飯島が外を行く、内側をついては4番中村の差し、バックスイッチに入ってきまして、1番の土屋、その内側を伺う2番の天野ですけれども、届くかどうか、差がなく3番手には3番の飯島、その内側をついては4番の中村、スタートは前提正常でした。1周2マーク、突破争いですが、2番天野、内側を伺ったんですが、1番の土屋が絞っていきまして、先回り、開いて差す格好になった2番天野がホームに戻ってきまして、ここは1番の土屋が突き放します。その2番天野に対しまして、
内側からは4番の中村、外側からは3番の飯島、今度は2番手争いになってきまして、レースは2周回目です。2周1マークの2番手争いですが、4番の中村が左右内から先取り、外をまくっていくのが3番飯島、内側をついては2番の天野、バックストレッチに入ってきまして、2番天野がここは2番手をわずかにキープしているでしょうか。差がなく3番飯島、さらには4番の中村通っています。3手進離れて5番の大橋が5番手、ラストが6番山崎、2周2マークへと移ります。1番の土屋がトップで2周にマークをクリアしていきます。2番手は2番天野が突き放しにかかっていく、3番手4番中村が先に回ったんですが、3番の飯島が差し込んできました。前の体勢ですが、1番2番3番の体勢で大時計前を通過していきまして、レースは最終周回へと入っています。どうやらこのままインから振り切っていきそうです。人気の中心でした1番の土屋智則、トップで最終1マークをクリアしていきます。2番手が2番の天野明夫で、3番手が3番飯島明宏です。最終1マークから最後のバックストレッチに入ってきまして、前の体勢は1番2番3番の体勢です。離れて4番中村、4番手その後ろ外枠両者で並走となりまして、最終ターンマークに移っていきます。1番の土屋智則がトップで最終ターンマークをクリアしました。そして2番手が2番の天野明夫です。3番飯島明宏が3番手です。1番2番3番、まもなくゴールを迎えていきます。トップは1番の土屋、今5レーン、2番手2番の天野、3番手3番飯島5レーン、その後ろは4番5番6番の順でゴールしております。以上、江戸川選抜12レースでした。お待たせいたしました。ボートレース江戸川シリーズ4日目の戦いは第9レース予選特勝を迎えています。対戦メンバーです。1号艇群馬土屋智則、2号艇愛知内野翔一、3号艇東京戸塚国吉、4号艇徳島篠宮智博、5号艇大阪松井裕太、6号艇愛知万正則、以上6選手です。陰線1号艇土屋智則、初日の選抜戦もインから速攻で制しています。輸出は厳しくなりましたが、ここは高枠で人気に応えますか。2コース2号艇内野翔一、ここまでオール3連隊の好リズムで現在得点率は2位につけています。3コース3号艇戸塚国吉、4コース角1 4号艇篠宮智博、前半戦道中追い上げての2着でした。5コース5号艇松井裕太、6コース6号艇万正則と決まります。南風が5メートル前後、川の流れも上げ潮が50センチ、ホーム側やや強めの追い風追い潮のコンディションです。スタートを10秒切っています。第9レース予選特勝、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。ラッシュ前行スタート、5コース5号艇松井がトップスタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇の土屋、まくっていく3号艇の戸塚、内側から4号艇篠宮の差し出バックストレッチです。先頭押し切った1号艇の土屋、2番手4号艇篠宮、3番手3号艇戸塚、内側から差がなく2号艇のうちの6号艇の番、最後方5号艇松井と追走。スターター前提正常でした。1周2マークトップで1号艇の土屋が旋回、2番手4号艇篠宮、3番手内から2号艇のうちの差しハンドル、3号艇戸塚で方面と折り返しています。戸塚の差しが4号艇篠宮まで定間詰めていまして、レースは2周目に入っています。先頭1号艇の土屋、リードは3艇身です。2番手4号艇篠宮、差がなく3号艇の戸塚、2周の1マーク、2番手4号艇篠宮の内をついて逆転で 2番艇と3号艇の戸塚が上がっています。上位の体型は1番3番4番、3艇進行方の4番手に2号艇のうちの5番手6号艇番、最後方5号艇松井と追走です。
20の2マークトップで1号艇の土屋が旋回、2番手3号艇戸塚、3番手4号艇篠宮方面と折り返しています。上位の体型は1番3番4番、先頭2番手の定間時計前では6艇身、2、3番手の定間も5艇身ほど大きく開いています。3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと先頭で1号艇の土屋智則、人気に応えて抜け出しました。独走状態です。単独2番手3号艇と近くに寄し、水が相手3番手4号艇篠宮智弘、その後ろ4艇進行方4番手に2号艇のうちの離されて6番5番と追走しています。最終コーナーへと向かいます。トップで1号艇の土屋がクリア、2番手3号艇と塚、3番手4号艇篠宮方面と折り返していまして、体勢変わらず1、3、4で間もなくゴールを迎えます。先頭1番土屋合輪、3番戸塚合輪、4番篠宮合輪、2番内の6番番接戦で合輪、5番の松井合輪です。以上第9レース予選特賞でした。ボートレース江戸川シリーズ最終日の戦いも終盤戦です。水面乗馬第10レース選抜戦を迎えています。対戦メンバーです。1号艇群馬土屋智則、2号艇東京国分翔太郎、3号艇愛知天野明夫、4号艇徳島篠宮智博、5号艇大阪井出亮太、6号艇香川古田祐樹、以上6選手です。陰線1号艇土屋智則、今日の前半戦は道中追い上げての2着でした。2コース2号艇国分翔太郎、前半は5コースまくりで今節3勝目の大活躍、ここはデビューから初めての2コース戦となります。3コースに3号艇天野明夫、前半は3着争い競り勝ちました。4コース角1 4号艇篠宮智博、5コース5号艇井出亮太、6コース6号艇古田祐樹、前半痛恨の勇み足となっています。人気は1号艇土屋から3号艇天野、4号艇篠宮へと集まりました。ホーム側はやや強めの追い風追い潮のコンディションです。スタートまでは10秒切ります。第10レース選抜戦、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。スロー3抵抗スタート、3コース3号艇天野がトップスタートを切っています。ペースは1周1マークです。逃げる1号艇の土屋、まくっていく2号艇の国分、内側から4号艇篠宮、6号艇古田でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は押し切る1号艇の土屋、リードは一定陣、さかなく2番手2号艇国分、3番手に4号艇の篠宮、その後ろ6番3番5番と追走。スタートは前提正常でした。1周2マークトップで1号艇の土屋が旋回、相当つけて回っていく2号艇の国分でホームへと折り返しています。先頭争いですが、インコース1号艇の土屋、アウトコースに2号艇の国分と並んでいます。後ろ離されて3番手4号艇篠宮、わずかに優勢ですが差がなく6番3番と追走です。2周の1マークトップ争い、内側から1号艇の土屋が意地を見せていきまして、先頭は1号艇の土屋が守っています。リードは4艇身です。惜しくも2番手2号艇の国分、3番手4号艇の篠宮が守っていまして、体勢変わらず1番2番4番、2艇進行方に6号艇の古田が続いています。レースは2周の2マークです。トップで1号艇の土屋が旋回、2番手2号艇の国分、3番手4号艇篠宮方面と折り返しています。上位の3選手大きく抜け出しました。1番2番4番ボード系前を通過しまして、レースは最終周回に入っています。3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと先頭で1号艇土屋智則、人気に応えて抜け出しています。リードは4艇進です。単独2番手2号艇国分翔太郎、
3番手ちょっとバランス崩した4号艇の篠宮、アウトコースから6号艇の古田が並んでいます。3番手争いが焦点となりまして、最終コーナーです。トップで1号艇の土屋が旋回、2番手2号艇の国分、3番手4号艇の篠宮、ホームへと折り返しています。内側から差しハンドル6号艇古田が逆転で3番手と上がっていまして、先頭1番土屋5輪、2番の国分5輪、6番古田、4番篠宮5輪、3番天野、5番井出5輪です。以上第10レース選抜戦でした。